しかったね。はるかと3人でゴシゴシ背中こすったりして。いつからお風呂入らなくなったんだろう。ゆいと好きな人いる？ほら、同じ組の春日さんなんか綺麗じゃない。ゆいとのことタイプだって聞いたよ。告白されたら付き合う？なくてもいいもん。教えたら分かっちゃうもん。そう？また滑らないでね。満月だね。ゆいとが言い出した頃から木炭デッサンとか肝試ししたの覚えてる？楽しかったね。どうしていつも満月なんだろうね。でもゆいとの記憶は欠けてるんでしょ？満月じゃなくなれば記憶が戻るかな。ゆいとが先にお風呂上がった後ね、怖かった。お風呂から戻ってきたら、ゆいとがいなくなってるんじゃないかって。一人になると、すごく怖くなるの。もし、自分一人だけになったらどうしようって。今日も、手をつないで寝てもいい？途中で話したりしないでね。起きるときは、ちゃんと起こしてね。頑張る。ゆいとにだったら殴られても可愛いと思う。えへへ。起きてる？すーちゃん、どうしてるのかな？部屋に入れてあげたらいいのに。私、はるか大好き。正確には2番目だけど。えへへ。よく3人で遊んだよね。
お風呂入って体洗いっこしたり、裏山に探検に行ったり。はるかのことどう思う？彼女にしたいとか思わない？結婚ならいいんだ。私と結婚したらどんな生活になると思う？しくしく。はるかとどっちが可愛い？なんでもない。どっちがす、なんでもない。ゆいと寝たのかと思った。私、寝れるよ。明日もさ、またお風呂一緒に入ってもらっていい？だって子供だもん。嘘、ゆいとは大人だよ。私の夢を見た。中学校の時の夢。2年生の春、ユイトと一緒のクラスにならないかなって、ドキドキしながらクラス名簿を見ている。あった、ユイトがいて思わず言う。ユイト同じクラスだよ。あ、そう、なんてそっけないユイト。それでもいい、ユイトと一緒になれたんだもん。場面が変わって教室にいた。私はユイトの背中を見ている。時々シャーペン回しをしているユイト。退屈そう。チラッと窓の方を見る。見つかって先生に当てられる。でもユイトは答えちゃう。悔しそうな先生、すごいなと思っていたら、私が当てられちゃう。スリランカの首都は？そんなの知らないよ。先生が怖い目で睨んでいる。どうしよう、また黒板消しで頭を叩かれるのかな。ユイトは知らん顔をして窓の外を見ている。でも片手で何か書いた紙を私の方に。スリジャヤワルダナプラコって。先生が悔しそうな顔をする。ありがとうユイト。でもユイトはこっちを見ない。知らん顔を決め込んだまま外を眺めている。そんなところが今度は3年生の時だった。放課後、私は正門の前でユイトを待っている。バスケ部の背の高い人たちが近づいてくる。ユイトって手を振る。面倒くさそうにユイトがこっちを見る。すぐには一緒には歩いてくれない。信号まで友達と一緒。でも学校から離れると二人きりになれる。何々ちゃんが好みだって言ってたよって言うと、へえって興味のあるようなないような返事。ちょっと嬉しいけどちょっと悲しい。私が好きだって言ったらユイとどうするかな。放課後、下駄箱を開けたら手紙が入っていた。何だろうと思って開けたら、いった、カミソリだった。平野に近づくな、うざい、消えろって書いてあった。誰だろう、
放課後、また手紙があった。開けたら、いた。またやっちゃった。どうして私って学習能力がないんだろう。体育館倉庫に来いって書いてあった。怖いなあ。行かないことにした。そしたら、翌日、廊下を歩いていたら、いきなり髪の毛を引っ張られた。ひどいことするなあ。誰だろう、と思っていたら、掃除中に、掃除用具入れの中に押し込まれた。わあ、すごい匂い。あれ、どうして出してくれないんだろう。もしもし？おーい。ひどいことするな。体育の時間、着替えようと思っていたら、体操着がなくなってた。ひどいことするな。水着もビリビリに破れていた。ひどいことするな。給食を食べようと思っていたら、ゴミが入っていた。ひどいことするな。教室に戻ってきたら、机の中から教科書が全部なくなっていた。放課後、焼却炉に行ったら、燃えたノートと教科書が出てきた。どうしてそんなことをするんだろう。私がユイトのそばにいるからかな。鬱陶しいのかな。距離なんか関係ないのに。しばらくしてまた手紙をもらった。また指を切っちゃった。ブス、死ねって書いてあった。平野くんに近寄るな。私だってユイトのこと本当に好きなのに。目が覚めると夜中だった。ちょっと嫌な夢、でも嬉しい夢。はるかがいじめのことを嗅ぎつけてすごくかばってくれたから、後でユイトに怒られた。言えよバカって。でもその後ピタリといじめがなくなった。ユイトが女の子たちに言ってくれたみたい。ユイトとはるか、私の宝物、大切なもの。でもどうしてはるかは消えちゃったんだろう。また元の生活に戻りたい。ユイトがいて、はるかがいて、みんなでワイワイはしゃいで、同じ学校の制服を着て、冗談を言い合って、いつまでも、いつまでも三人仲良く。
人様。いえ。はい。もう少ししたら戻ります。ご主人様。はい。ゆいたー、どこ行ってたの？もうご飯できちゃうよ。うん、はるかと。うん、そうだよ。え？起きたら目の前にいたんだよ。うん。なんでそんなこと聞くの？そんなこと言われたって。姉ちゃん、ぼさっとしてないで。お兄ちゃん、おはよう。もうすぐ朝ごはんできるから待っててね。お兄ちゃん。はいはい、ほら、ゆいとも手伝って早く終わらせよう。